こだ。すごい急だ。こんにちは、ミログです。今表参道原宿パナに来ています。今日は、平日なんですけど、まーちゃんが半休で仕事終わって帰ってきたんですね。でちょっと駅で待ち合わせして、とりあえずランチに行こうかって感じなんですけど、ちょっとお店が混んでいる。今日は電車なので本物のビールをどうぞ。なんか可愛いね、ひょうたんみたいな。可愛い可愛い。だけど変わったコップだね。私も一口もらっていい？あ、ビール。泡が美味しい。あ、美味しい。カレーの煮付け定食と、サバの唐揚げ定食。サバがすごい大きいみたい。これかけていいんだかな？うん、かけて食べましょう。山本さんのチーズ。美味しそう。はい。発達姿のまーちゃんと食事ってすごい新鮮よ。うん。うまい。美味しかったね。お腹いっぱいになった。ネストローブ。あ、これネストローブ？あ、ほんまや、ネストローブや。好き好き。トラさん、美味しかったです。ネストローブ入ろうかな。でも楽しい。ちょっと裏側を歩いています。意外に人が多い。うん、多いね。コーヒー買ってきます。うん、そしたらお茶したらいい。うん、持って歩きながら飲みたいのね。そう。うん。うん、やったい。じゃあ待ってる私。温電コーヒーだ。温電コーヒー。お店の中もすごいおしゃれな感じで、ランチも可愛かったです。パンメイン。うん。うん、いつか入りたい。暑いけど美味しい。うん。暑っ。酸っぱくない。うん。酸っぱくないのがいい。行きたかった帽子屋さんがあったんだけど、どうやら潰れてるっぽい。この辺のどっかにあったんだけど、ないもんね。はい。あらー、残念。いや、ほんと何年前だろうね。思い出せないよ。うん。いや、もう潰れてるわ、絶対。あらー、残念。じゃあもう一軒の、あっちは潰れてないと思う。めっちゃでっかい帽子屋さんに行ってみよう。ここだね。ちょっとここ入ってみようか。もうさ、何年ぶりだから、知らないお店いっぱいある。フレンチブルドッグだらけのお店、発見しました。すごい、本当にクレブルちゃんばっかりなんだね、お店が。かわいい。クレブル、クレブル、クレブルだよ、ジャリ。シールもいいけど、どっちがいいかな。どっちでしょうかな。キーホルダーしようか。キーホルダーかい。うん、じゃこれいいですか。よろしいですか。はい、どうもありがとう。ブリンドルのないから。そうそう、ブリンドルのカップってめったに見ないんで。本当ですか。嬉しいです。じゃあこれ叩いていきます。ありがとうございます。めっちゃニキビ。ニキビを隠せ隠せ。無駄だよ。無駄じゃない。はい、ちょっと帽子を買いたかったんだけど見つからなかったし。帰ります。そろそろココちゃんが来てくるんで。本当はね、竹下通りとかも久しぶりに行ってみたかったんだけど。じゃあ、まあ、ココちゃん最優先で帰ります。帰ります。バイバイ。